女優の上白石萌音が出演する映画、不思議だ菓子や銭天堂、12月13日公開、中田秀夫監督でのビジュアルがネットで話題になっている。写真複数、言われないとわからない、別人になった姿同作は累計発行部数850万部の自動小説を初の実写映画化。テレビアニメやアニメ映画、舞台、ゲームソフト化、埼玉。 西武園遊園地とコラボもしている人気シリーズだ。上白石は謎の駄菓子やたたりめ堂の天主よどみ役に決定。銭天堂天主の紅子をライバル視している少女。相手の心の隙につけ込み、よからぬことを企んで人々を惑わせる、というキャラクターだ。自信発だという、悪役、のビジュアルが公開された。生発のおかっぱヘアで、鋭い視線をカメラに向けている。 面影が全くない姿にネットは垂れ目おっとりイメージが。女優さんってすごい、がっちりとメイクされて別人になったとびっくりしていた。